はい、こんばんは。今日のメニューはカレーの煮付けです。はい、ではね、今日も食べていきたいと思います。いただきます。今日のご飯も玄米と雑穀米のご飯です。いただきます。カレーの煮付けは、これは冷凍されているカレーを使ったんですけど、一応ね、あのビニール袋に入れた状態で水ボウルに張って、そこであの袋ごとつけて解凍させておいてました。で、カレーが解凍できたらうん、水、醤油、砂糖、みりん、お酒を入れて煮る、それだけですあと生姜も入れてね。生姜をたっぷりめに入れると臭みが消えていいです。そしてね、長ネギとかあれば臭み消しにね入れるとよかったんですけど、長ネギがなかったので、これ見てください。ここにあの、これは玉ねぎのみじん切りですね。はい、ちょっと玉ねぎを入れて臭み消しにしてみました。あとはね、こういうのね、説明してから食べ始めればいいみたいなんですけど、ちょっと食い意地が張っていてねまっすぐにでも食べてしまいたいみたいな食べながらになってしまってますけど、醤油とか砂糖とか、まあそういったもののね、分量がちょっとわからないなっていう人はめんつゆでもできます。水とめんつゆと生姜で煮つければ良いので、よいしょ、醤油加減でお魚がしょっぱくなりすぎてしまうとかいうこともあるので、そこはね、ちょっとみりんとか足してまろやかさをこうプラスしたら、しょっぱすぎるってことがないかなと思います。ではあとは黙々と食べていきたいと思います。このね、白い味がこう浸ってない部分がまた美味しいんですよね。
食べ方が汚いかも。はい、まあ、こんな感じで食後のお茶。ごちそうさまでした。今日はカレイの煮付けを食べる動画でした。うん、ちょうどいい味加減になっていたかなと思います。おしまい。ごちそうさまでした。